深く謝罪申し上げます。旧優生保護法をめぐる裁判では、障害などを理由に不妊手術を強制されたとして、札幌市の小島喜久夫さんらが国に賠償を求め、最高裁が今月3日、違憲と判断しました。判決を受けて岸田総理から謝罪を受けた小島さんは、私は19歳の時、病院に入れられて、無理やりされて、そのことは一生忘れません。岸田総理は新たな補償の在り方についても早急に検討を進めたいとしています。